こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンセリエ A 第23節 AC ミラン対ユベントスの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらに、お越しいただければなと、思います。では早速始めていきます。AC ミランのホームでありますジュゼッペ・ミアッツァ・サンシーロで試合は行われました。ミランの方は、ステファノ・ピオーリのもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーメニャン、右サイドバックにカラブリアが入っています。センターバックはカルルとロマニオリ、久しぶりの帰還ですかね。で、左サイドバックにはテオエルナンデスが入るような形で、ダブルボランチには、トナーリとクルニッチが入っています。で、右にメシアス、トップ下にブラヒム・ディアス、左にラファエル・レオン、ワントップズラダン・イブラヒモビッチというような形でした。で、対するユベントスの方なんですけれども、アレグリ監督のもと 4-4-2 の形です。ゴールキーパーシチェスニー、右サイドバックデシリオ、センターバックはルガーニとキエリーニのコンビです。左サイドバックにアレックス・サンドロが入るような形になり、右サイドクアドラード、中盤2枚はロカテッリとベンタンクール、左マッケに2トップパウロ・ディバラとアルバロ・モラタというような形です。一応ダゾーンの方では 4-2-3-1 の形でユベントスは紹介されていたんですけれども、まあ、基本的には 4-4-2 と、内容を見ていれば、4-4-2 に変わっていたので、そちらで紹介させていただきました。では得点シーンなんですけれども、今回の試合結果から言いますと無得点0対0という形で終了しております。では早速もうね早いですけれども各チームの話に行きたいなと思うんですけれども、ではまずホームの AC ミランの方から行きたいなと思います。ミランなんですけれども基本的には 4-2-3-1、スタメン発表でね、お伝えした形のまま、構える、そしてプレスをかけていくと、まあ、両方、使ってきます。まあ、どちらか一方に偏っているというわけではなくて、まあ、状況に応じて、まあ、プレスもしっかりとかけていくし、ボールを持ち運ばれるような、スペースだったりとか、状況であれば、まあ、しっかりと構えてカウンターを狙っていくと、まあ、しっかりと、まあ、そのプレスも連動も行えているという状況だったので、まあ、ミランとしては、まあインテルを、ね、追従する立場にあるし、まあ、スクデット奪還を、ね、狙っているチームですから、まあ、こういう、ねまあ、両方持っているということは、まあ、今のミランの、ね素晴らしさだと思うし、まあ、ユベントス相手にもこういうことがしっかりとできる、まあ、タレントも揃っているというような状況ですね。で、まあ、基本的にまあ攻撃に関してはやっぱりそのワントップに今ズラタンが入っているので、まあマンチェスターユナイテッドの話するのも何なんですけれども、まあ、クリスチアーノ・ロナウド同様、まあ、大きな守備貢献というのは見込めないと思うんですね。なので、まあ、構える形も持ってるっていう形だと思うんですけれども、まあ、だとしても、まあ、ズラタンのポストだったりとかこうボールを収める技術っていうのは、まあ、確かなものがあるわけで、まあ、そこの特徴をしっかりと使いながらその背後のスペース、もし押し込まれた場合ですね、押し込まれた場合は、まあ、そこのズラタンのキープから、まあ、その背後のスペースを使った、まあ、ラファエル・レオンだったりとか、まあ、メシアスだったりとか、まあ、ブラヒム・ディアスの突破だったりとか、まあ、そういったことも狙いながら、押し込む状況になった場合は基本的にサイドからの突破、まあ、ラファエル・レオンだったりメシアスだったり、まあ、そこに絡んでくるテオ・エルナンデスだったり、まあ、カラブリアだったり、その深い位置を取るランニング、いわゆるそのブラヒム・ディアスもどちらかといったらボックスの外で受けたがる選手ですし、まあ、ボールを受けに来るような選手なので、まあ、ハーフスペースは取りに来るんですけれども、その背後というか背後じゃない、いわゆる相手の急所、急所って言ったらあれか、まあ、マイナスの、マイナス？深い位置かを取るランニングを見せる選手っていうのは、まあ、あまり多くはなくて、その攻撃により厚みを持たせるのであれば、まあ、その辺もね、加えていくことが、まあ、一つポイントではあるかなとは思うんですけれども、だとしてもやっぱりこうラファエル・レオンの単独突破があったりとか、サイドバックからのクロスもそうですけれども、まあその人をかけなくてもちゃんとクロスを上げきる攻撃ができているっていうことが、まあ、素晴らしいところだと思います。で、ちゃんと中に人がおる状況も作れてるわけなので、
いわゆるそのマンチェスターシティとかね、そういうチームが行ってくるようなこう崩しきるみたいな形はデザインされていなくても、それ以外のその前段階の段階で攻撃を完結させてしまえるような状況を作り出せているっていうことが、まあ、素晴らしいと、まずは思いました。で、基本的にやっぱりそのユベントスの、まあ、ビルドアップ、まあ、守備ミランからすれば、守備の対応ですね、ユベントスのいわゆるそのロカテッリだったりとか、まあ、ベンタンクールだったりとか、まあ、このあたり、基本的に絡ませてしまうとボールを結構簡単に、ボールをさばかれてしまうので、まあ、どのチームもそうですけれども、まあ、ある程度消しに来ますよね。で当然その AC ミランもある程度消しに来てはいたんですけれども、まあ、マンマークしているわけではなくて、まあ、状況に応じて見る選手を変えるみたいな形で、まあ、ロカテッリだったりベンタクールを抑えていると、まあ、基本的にはロカテッリかな。で、そういう状況になった場合って、まあ、当然ユベントスは、パウロ・ディバラがね、まあ、降りてきてボールを受けに来て、まあ、リズムを作るっていうことをするんですけれども、そこにも結構しっかりとタイトに、マークに行ってたので、多分ミランとすれば、まあ、そのユベントスがどういうビルドアップをしてくるのかっていうのがもう前々からね、しっかりと調査できていてスカウティングできていて、まあ、そこを止めてしまえば、まあ、ある程度ユベントスの攻撃は停滞すると、まあ、苦しい状況になるということを見越して試合に入ってるなというのが、まあ、試合見ていればすごく分かりましたし、実際その状況を生み出せていたので、まあ、ミランとしては素晴らしい守備対応を、まあ、ユベントスに対して、できていたんではないかなと。で基本的にその、まあ、得点シーンはないんですけど、まあ、チャンスシーンだったり、まあ、それは両チームにあるんですけれども、いわゆる決めきるっていう部分でなかなかその、まあ、精度だったりとか、その最後の崩しきるっていう部分で、まあ、先ほどのシティの話も含めますけれども、そこがもう少しあれば得点を生み出せた可能性っていうのは、まあ、ユベントスも含めあるんですけども、まあ、そこがなかったんで、そのミランも、まあ、ユベントスもそうですけれども、攻撃が少しこうスムーズにいかなかった。人をかけることは間違いではないです。当然そのヨーロッパのトップレベルのチーム、ミランも、まあ、ユベントスもそうですけど、まあ、チャンピオンズを優勝するようなチームたちっていうのは、まあ、人数をかけた上で、まあ、その急所を取る動き、相手にとって嫌な動きっていうのを、まあ、全員が共有してできるわけですから、そういう動きっていうのを、まあ、より多く作り出すことができれば、当然得点チャンスだったりとか、もう少し崩しきるみたいな形があって、まあ、得点も生まれたかもしれないんですけれども、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、そこがなかった分、その他の部分ではミランとしてはある程度ねしっかりとユベントスに対応はできてたんですけど、勝ち切る、まあ、勝利を得る、勝ち、ポイント3を手に入れるっていう結果には至らなかったのかなと、そういった部分ね。では、ユベントスの方からいきたいなと思うんですけれども、まあ、ユベントス、ルガーニがね、セットプレーの局面とかだとたまにちょっと気になる点は多少あるんですけれども、だとしても、まあ、ルガーニのパフォーマンスっていうのはね、ユベントス最近ちょろちょろっと見させてもらってますけど、まあ、安定していいという状況の中で、まあ、デリフトが、当日に胃腸炎になったのかなということで、まあ、急遽出られないと。でキエリーニが出てるんですけど、まあ、普通にデリフトが胃腸炎になってキエリーニが出てくる時点ではすごいんですけど、選手層がね。で、まあ、その状況からスタートしまして、で、まあ、ミランの時にも話しましたけど、まあ、ディバラを含めた、ロカテッリだったりとか、まあ、この辺りを絡ませて、まあ、ビルドアップを作り出していきたいと、いう状況だったんですけど、まあ、そこがある程度対応されていたことで、まあ、ユベントスは苦しくなってました。なんですけれども、ここでキーポイントになるのがクアドラードなんですね。クアドラードがこう幅を取ってボールを持ち運ぶことができたりとか、内側に絞ってボールを受けて、まあ、彼自身が持っている推進力だったりとかで突破していく、ボールを前に持って運んでいくみたいな局面って、多分試合を見られていた方はお気づきになられた方多いと思うんですけど、まあ、非常にキーポイントになってました。ユベントスがそのチャンスシーンに行くようなシーンは結構クアドラードが絡んでたりすることも多かったですし、幅を取るだけじゃない、基本的にどうしてもね、クロッサーのイメージとか、縦へのドリブルっていうことがこうイメージついてるような選手だとは思うんですけれども、中に入った時の仕事っていうのも、素晴らしく良かったと思うし、ユベントスに、よりこう効果的な、
貢献を、していたのは、まあ、間違いなく攻撃に関しては得意ですけど、まあ、クアドラードかなと思いました。あとはまあその守備の部分でいうと、まあ、ベンタンクール、まあ、素晴らしかったですね今日の試合ね、まあ、非常に効いてましたし、ミラン の, そのチャンスシーンだったりとか、その急所というかそのチャンスシーンを生み出してしまってもおかしくないようなシーンを潰してたりとか、まあ、非常にそのなんていうかな、その守備の面で貢献をしていたので、最近ね、なんかちょこちょこ噂、アストンビラが欲しいやらなんやらみたいな噂耳にしますけども、ユベントスからしたらあんまり出さない方がいいんじゃないですかね、僕見てて思いますけど、もちろんね、選手層が当然ユベントス熱いですから、ここのポジションだってロカデッリいて、ベンタンクールいて、でラビオもいるでしょ、でマッケニーもできるでしょ、まあ、4番いたらまあ十分か、他には誰がいるのかな、他はいない、もうちょっとあの誰がいるかちょっと今現状その4人しか出てこないんですけど、まあでもあのベンタンクールはもう状況に応じて出せば当然貢献してくれるし、まあ今日の試合なんか一番そのクアドラードと同じですけど、まあ試合に大きくね影響を与えていた選手だと思うので、素晴らしかったと思いますよ本当にね。で一つ若干気になるなーって思ったのが守備での連動の部分なんですけれども、基本的にそのプレスをかけていくシーンなんですけど、ちょっとそのフォワードのアクションに対する後ろの連動が遅かったりしたことで、そのスペースを使われてボールを一気に持ち運ばれるみたいなことがあったんですよ。そこはね若干気になりました。多分そのユベントス今シーズン開幕からすごく苦しんでるじゃないですか。でアレグリももう本当に試行錯誤して大変だと思うんですけれども、ある程度その前から仕掛けていくこともチャレンジしたし、シーズン中にね、である程度も構えることっていうことももう見越した、変更だったりもしてると思うんですね。で基本的にここ最近のユベントス、最近の試合のユベントスって、まあ、ある程度構えてからカウンターっていうのを、まあ、基本的に軸にしてたんじゃないですか。でそこのキーマンになったのが、まあ、当然キエーザなんですけども、まあ、そのキエーザがいなくなったことで、まあ、どういう、ね、戦いになっていくのかって、まあ、すごく余計苦しくなってしまったと思うんですけれども、まあ、ここ最近は非常に好調で、ちゃんとこう勝ち点も取れているっていう状況で順位も上げてきているっていう状況だったので、まあ、今日のミラン戦に関しては、まあ、当然勝ちに来るっていうことも当然見越してはいたと思うんですけど、ただそのハイプレスの部分だったりとかのそのズレの部分、スペースを若干空けてしまう、ちょっと連動が遅かったりした部分で、なんていうかな、ちょっとこう自分たちの危機に、相手にチャンスを若干与えてしまっているようなことになるので、なんていうかな、まあ、相手は当然 AC ミランですからタレントも揃ってるわけで、そういう隙を見せてしまうとね、やっぱ当然使ってきますから、その辺はね若干気になるかなっていう部分が、まあ、強度も含めね、若干感じました。で、ですね、まあ、ミランがそのプレスをかけてくるシーンなんですけれども、ちょっとユベントスの話にはなるんですけどね、絡めてね、でトナーリだったりクルニッチだったりとかが結構前まで出てくるシーンってちょこちょこ目立ってたんですね。でその背後を使われるのめっちゃ怖いやろなと思ってたんですけど、そこを使うと結構ねユベントスとしてはいいチャンスが作れてました。だから釣り出すことは結構できるんだと思ったし、ユベントスがそこをしっかりとこう意識づけした中で、やってくれば、これ下手したらユベントス1点取れるなって思ってたんですけど、なかなかそこまでボールが出なかったりとかしてたので、まあ、そこはね、まあ、アレグリーも気づいてたとは思うんですけども、まあ、なかなかね、まあ、相手があって人がいて、まあ、その状況状況の選手の判断にもよりますから、まあ、なかなか難しいことではあるとは思うんですけど、でも結果的にね、まあ、引き分けっていう形になりましたけれども、まあ、ごめんなさい、一気に総括いきますね、まあ、両チームを含め、まあ、勝つ方法っていうのは、まあ、両チームにあったかなと、まあ、すごくこうちょっと落ち着いたような内容の試合だったんですけれども、アグレッシブさも当然あったのはあったんですけど、まあ、全体含めると少し落ち着いた内容だったので、ビッグマッチだからもちろんこう熱量っていうのは当然ね、サポーターの方は当然僕らよりもあるとは思うんですけれども、内容面はちょっと落ち着いた
感じでしたね。といった形で一応総括は以上になるんですけれども、まあ、ここ最近特にそのこういった活動で、まあ、YouTube でこうラジオを僕は出させてもらってるんですけれども、こう YouTube を始めてからよりこうセリエ A だったりとか、まあ、ラリーガっていうのをこう普段、僕はプレミアとブンデス中心に生きてた人間だったのでなかなかこう見る機会がなかったんですけれども、こういう活動をし始めて、もう今1年ぐらいになるのかな、セリエ A だったりとか、ラリーが含め、まあ、大きな試合とか結構注目して見させてもらってたんですけども、活動を始める前からね、なんですけど、こう初めてよりこうセリエ A だったりとか、まあ、ラリーガに注目するようになって、本当にね各リーグの、まあ、面白さだったりその雰囲気の違いだったりとか、そのこのリーグで今流行ってるものだったりとか、そのリーグの選手、まあ、今出てきているタレントっていうのを発見する楽しさってやっぱ各国リーグに当然あるし、やっぱそこそこって言うとあれかな、そこそこってなんか言い方変やな、なんかそのなんていうかな、まあその全リーグのそれぞれのなんかこう面白さっていうのをこう改めて知ることができたので、今回ね試合をこう見させてもらいましたけれども、まあなんだろうな、まあ、今復調というかスクデット奪還を狙ってるミラン、やっぱ黄金時代にやっぱ戻していきたいでしょうし、でユベントスも王座奪還したいでしょうから、まあね魂はこもっているはずなんですけれども、まあ彼らが目指すべきところってやっぱスクデットもそうですけど、やっぱチャンピオンズリーグっていうのをね、まあ当然狙ってるでしょうから、まあこれからどんどん巻き返していく姿っていうのもね、見ていきたいなと思います。やっぱりねミランだったりインテルだったりとかが、まあ、常時普通にこう、まあ、ユベントスも含めですけどチャンピオンズリーグに普通に出てきて、リーグそのチャンピオンズリーグのグループステージも普通に圧勝したりとか、まあ、普通に順当に勝ち上がっていく姿って、まあ、昔は本当によくあったじゃないですか。でそうなっていくとやっぱりそのプレミア、そしてセリエ A って国内というかヨーロッパでも屈指の優勝争いの難しいリーグだと思うし、まあ、当然ねもうラリーガもそうなんですけど、まあ、ブンデスもちょっとまあバイエルンが一つ抜けてますけど、まあ、でも本当にこうなんていうのかな、まあ、セリエ A の面白さっていうのを、まあ、それこそダゾーンの、ね、セリエ A フリークスとかも見させてもらってるんですけれども、やっぱりねこう知り始めたからこそなんかこうワクワク感もあるし面白さもあるし、あ全然ドイツとこの辺は違うわとか感じるんで、これからもねもちろんたくさんのセリエ A の試合見させていただくつもりではあるんですけれども、もし、ね、僕と同じように例えば、まあ、プレミアリーグを普段の中心に見られていて、まあ、セリエ A に触れる機会が少ないですっていう方が、まあ、いらっしゃるとは思うんです。やっぱり皆さんお仕事もされてるでしょうし、まあ、学校も行かれたりとか、まあ時間をね、まあ限られた中で見るってなるとやっぱりどうしても好きなチームだったり注目してるチームっていうのを中心的に見てしまうとは思うんですけど、まあ、ぜひね何か時間があったりとか見る機会があればセリエ A だったりとか、まあ、ラリーガだったり、まあ、ブンデスプレミア、まあ、その自分の好きな各国リーグではなくて違うリーグっていうのもぜひ見てもらえたらなと思います。そこから入ってもらうのもねすごくいいと思うし、僕は本当にもう毎日サッカーしか見てないって言ってもいいと思うぐらい見てるんですけど、まあ、休日もほとんどサッカー一日中見てるんですね。まあ、このラジオを収録するっていうことも、まあ、当然影響はしてるんですけども、でもこうもちろん見ることに疲れる目が疲れてしまうっていうことも当然あるんですけど、やっぱサッカーの面白さってやっぱそういうところからも得られるし、見るからこそ分かるっていうことも当然あるわけなので、ぜひね機会があれば見ていただければなと思います。ということで、セリエ A 第23節 AC ミラン対ユベントスの総括プレビューは以上になります。ぜひ最後にチャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。